野原工芸の新型と旧型のシャーペンについて今日は徹底比較していこうと思います前回新型のシャーペンを開封したんですけれどもかなりいいアップデートがされていて思わず褒めたたえてしまいました、まあ、ただ実際に数日間使ってみるといい点とか気になった点とかが色々と出てきたので今日はそういう点も踏まえて決着をつけようじゃないかということで徹底比較していこうと思います 今回の動画の構成はこのようになっておりますまず最初にシーサーはどっちが好きなのかっていう結論をお話ししますでその次にシーサーの野原工芸遍歴についてお話しして新型と旧型どこが違うのっていうところとかケヤキと塩くどこが違うのっていう木の比較をしていきますで最後にさまざまな項目を用いて徹底的に比較をして終わろうかなと思います 自分が買った旧型のシャーペンなんですけれどもこちら2015年に購入したモデルなので最近の旧型とちょっと仕様が変わっておりますなのであくまでも2015年と2021年の型の比較だと思っていただければ嬉しいなと思います購入方法に関しては前回の開封動画で詳しく解説しているので動画の説明欄に動画の URL を貼っておきますね 今回の動画、野原工芸に対する思い入れが結構自分強いので、長くなることが予想されます。なので、結論から先に申し上げます。もし無人島にどっちか一本だけ持っていくとしたら、どっちを持っていくのか。シーサーはどっちが好きなのか。答えは、旧型の欅のシャーペンです。 もちろん長く使っているっていうこともあって思い出もあるんですけれども他にも旧型を選んだ理由っていうのは色々とあるのでそういうところを今回は徹底的に見ていこうかなと思いますでは早速やっていきましょうまずシーサーの野原工芸遍歴についてお話をしていきます長野県の渚町というところに位置する主に木のペンを製造販売する工房さんが野原工芸でございます ペンにフォーカスを当てるとシャーペンとボールペンの2つがありましてシャーペンシェルはスリムタイプのみでボールペンはスリムタイプとスタンダードタイプそれからロータリータイプの3種類があります木材の希少価値によって波木、上木、特上木、特上黒柿というふうにグレードが分かれているんですけれどもえ最もお手頃な波木で税込5500円となっています 野原光景のペンの大きな特徴として2つあると自分は思っていて1つ目がずっしりとしたペンで描き心地がすごくいいというところですちょっと聞いていただきたいんですけれども という感じで、書いている時にコツ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 っていうすごい心地の良い感触が指に伝わってくるんですよね。これが中毒になってしまうほど、本当に癖になる書き心地です。まあ、本当にね書いていて楽しいペンだなと思っています。 自分が高校生の時野原工芸のペンで文字を書くために勉強していたほどです、まあ、すると次第に勉強するのも楽しくなって成績も上がったという、まあ、そんな自分を変えてくれたペンが野原工芸なんですよねで特徴2つ目が経年変化を楽しめるというところです木の種類によっても変わってくるんですけれども特に木焼きのシャーペンの経年変化は本当にすごくて5年使うことでこんなにも色が変わりました ちなみにこれはどちらも同じ木焼きのシャーペンです左側が新品で右側が自分が5年半使用したものです最初は左側みたいにすごい明るい色だったんですけれども5年使うことでこんなにも焦げ茶色に変化していきますちなみにこの明るい方は弟が欲しいと言っていたので最近買ってあげた新型のシャーペンですね 前回の開封動画の時にチラッと見えていて2本買ったのかとコメントを頂い,いたんですけれども実はこちら弟用に買ってあげたシャーペンでございます使っていくごとに年季が入っていくっていうのもこのペンを使う醍醐味なんじゃないかなと思いますで野原工業のペンってアフターサービスもすごくしっかりとしているのでもし金具が壊れてしまったとしても交換してくれますし本当に人生を共にするそんなペンなんじゃないかなと思います 自分が持っている野原工芸のペンはこちらの3本でございます高校1年生の時今では旧型となった欅のシャーペンを購入しました当時は2916円で購入しました今だと欅は5500円になっているので結構今では、ね、考えられないぐらい安く買えたんじゃないかなと思います で、まあ、野原工芸の欅すごく気に入ってて、大学に入ってからまあボールペンを結構使う機会が増えたので、野原工芸のボールペンを使ってみたいなということで、マーブルウッドのボールペンのスタンダードタイプを購入しました。スリムタイプのシャーペンと比べると一回り太くなっていますね。こちらは特上木ということで、8800円しました。 マーブルウッドのボールペンは一本一本ね、木目がね、全然違うんですよね。なので、実際に目で見て選んでほしいということで、今ではオンラインストアで購入できなくなって、店舗でしか買えない樹脂となってしまいましたで。それから最近購入したのは、2021年に発売されたばかりの新型のーオークのシャーペンです。 こちらは定木ということで7700円で購入しましたそんな感じでシーサーと野原工芸についてちょっと知っていただいたところで続いては新型と旧型どこが違うのかっていうのを簡単にご説明していこうと思います、まあ、パッと見この2つ同じに見えますよね、まあ、どこが違うのかというと一番大きな違いとしてはこの先端の形状です 旧型は先端のパイプが結構太くなっているのに対して新型はより見通しを良くしようということで細いステンレスパイプを採用しましたまた金具の精度も向上させているということで先端のぐらつきも結構小さくなりましたそのおかげで書き心地も結構良くなっているんですよね 収納できるっていう構造上どうしても新型でもぐらつきは生じてしまうので完全にぐらつきをなくすためにパイプを固定させた固定式口金というのも付属されています旧型の固定式口金は先端までゴールドのメッキが施されていたのに対して新型はマットブラックになっていて口金を交換することで雰囲気がガラッと変わるんですよね 最初先端が真っ黒になってるのがなかなか見慣れなくてちょっと違和感があったんですけれども、まあ、数日間実際に使ってみると、まあ、これはこれでかっこいいなと思うようになりました自分はこのデザイン結構好きというかなんかグラフ線とかスマッシュみたいななんかプロユースなかっこよさがありますよねすごいありなんじゃないかなと思います で、前回の動画でペンの全長が新型の方が短くなったよっていうことをお話ししましたただこれは半分正解で半分ちょっと間違っているところがあるのでちょっと訂正させていただこうと思います自分が購入した2015年の旧型のモデルは全長が少し長めだったんですけれども2018年の10月からシャープペンシルの全長を 143mm から 140mm に変更しました それっていうのは木のボールペンと長さを一緒にするためだそうです自分の場合2018年以降の旧型のシャーペンを持っていないのであくまでも今回は2015年に購入した自分の旧型と新型の比較ということでやっていこうと思いますちょっと不幸だけご了承いただければと思います スペックについて見ていきますと全長は旧型が 142.3mm 新型が 137.5mm となっていますで質量は旧型が 32.0g 新型が 30.4g となっています 新型のシャーペンは自分が持っている旧型のシャーペンよりも全長が短くなっているので、えー、その分軽くなっていますねたった 1.6g しか軽くなっていないんですけれどもこれ実は やっぱり5年間ずっと重たい方の旧型のシャーペンで慣れていたので新型を最初に持った時はちょっと軽くなったなって本当に思ったんですよね、まあ、とはいってもクルトガの3倍近くの重さがあるので重たいことには変わりないんですけれども、まあ、多少軽くなったことで書きやすくはなったんじゃないかなと思います、まあ、そんな感じで新型と旧型どこが違うのかっていうところを解説してきました 続いては木焼とシーオークの木の比較をしていこうと思いますこれに関しては新型と旧型は全然関係ないんですけれども、まあ、せっかく比較をする機会だったので木の比較も一緒にしていこうと思いますもし木焼とシーオークどっちの樹種を買おうか迷っている方の参考になれば幸いですまずは木焼から見ていきましょうこちらは野原工芸の中で一番人気のある樹種となっています 欅って漢字で書くとすごく難しいんですけれども木焼きって結構有名な木なので知ってる方も多いと思います欅は主に日本や朝鮮台湾中国などで生えている木なんですけれども結構日常でもよくする木なんじゃないかなと思いますそんな木焼きの特徴として木目が美しいというところと強靭で耐久性に優れているというところが挙げられます なので家具とか工芸品に結構重宝されている素材なんですよねペンにも最適な素材だと自分は思っていましてやっぱり5年間使っていて欅ヤキの耐久性だったり堅牢性というのにかなりね助けられたことが多いんですよね例えばここに凹みがついちゃってるんですけれどもこれ実は机から落としてついた傷なんですよね 落とした瞬間結構高いところだったのでひび入っちゃったかなと覚悟してたんですけれども、まあ、実際見てみるとへこんだだけで心もへこんだんですけれども、まあ、でもひび入ってなくて本当に良かったなと思っています今となってはいい思い出ということでこうやって刻まれているんですけれども本当に欅じゃなかったらもしかしたら割れていたかもしれません 木焼きは並木というグレードなので、まあ、一番お手頃に買える価格帯なんですけれども、まあ、それっていうのは希少性によって価格が決まってくるので安いからといって脆いとか割れやすいとかそういうことは全然ないですで経年変化は星3つということで先ほども言った通り本当にこれすごいです本当に使ってて楽しい、まあ、そんなついついね使いたくなってしまう木材となっていますえ続いてシーオークについて見ていきましょう シー・オークっていうのは彼女のように美しい木というロマンチックな由来となっていて本当に見とれるほど美しい木なんですよね購入してから毎日この血管のような生命力あふれる木目を眺めてはニコニコしていますすごくかっこよくもあり美しくもある木目なんですよねクリップ側とその反対側の面は血管のような木目となっているんですけれども側面は血管じゃないんですよね こここういういい不規則なととろろも木の面白いところですで。シーオークってそこまで出回っている木じゃないんですけれどもオーストラリアが産地の名木となっています。オーストラリアの森林っていうのはそのほとんどが国有林となっているので今ではね伐採するのが難しくてなのでシーオークっていう木材も非常に入手しづらい木となっています。 他の木軸ペンの工房さんでも C オクのペンってね、なかなか聞いたことがないので C オークのペン自体かなり珍しいんじゃないかなと思いますただ、経年変化は星1ということで使っていくことに色の変化っていうのは少ないそうですまあもともと赤褐色みたいな結構ね、濃い色なのでこれ以上変化しなくても全然かっこいいと思います 触ってみるとすごく硬くてぎっしりと詰まっている感じがするので使っていくうちにくっきりとツヤが出てくれるんじゃないかなと思いますね見た目や産地はそれぞれ違う木材なんですけれども共通して言えるのは堅牢性が高いっていうところです 黒柿とかってすごい柔らかくて強度はあんまり高くないんじゃないかなと思うんですけれどもえ欅とシーオークに関しては結構強度の高い木だなというのがえ手で触っても分かりますであくまでも個人的な感想なんですけれども若干シーオークの方が硬めな触り心地かなと思いますなのでシーオークの方が欅よりも傷がつきにくいんじゃないかなという印象を受けましたどっちの木の方がいいのかっていうのは正直好みだと思います え昔は普通の木目が自分好きだったので欅派だったんですけれども最近はちょっとグロテスクな木目とか生命力のある木目っていうのにハマってて今はのの木目の方が好きですね。でも経年変化がオークしにくいということでいろ、まあ、んな変化を楽しみたいという方は欅すごくおすすめです。 でゴールドとシルバーの金具の2つを野原焦げのペンは選ぶことができるんですけれども欅ヤキはゴールドでシーオークはシルバーにしましたどうしてシーオークをシルバーの金具にしたのかっていうのは理由がありまして例えば工房説とかクラフト A のシャーペンってシルバーの金具しかラインナップがないんですよね まあそういうペンたちと一緒に筆箱に入れるっていうことを考えると、まあ、シルバーの方が統一感が出ていいなっていう理由でまあ選びました、まあ、でも欅ヤキは自分ゴールドにしたんですけれども使っていくにつれて銀メッキみたいにねメッキが剥がれていて、まあ、それはそれでねまた楽しいので、まあ、どっちの色にしても後悔することはないんじゃないかなと思いますはいそんな感じで欅ヤキとシーオークの比較についてさせていただきました 続いてはどっちの方が書きやすいのかとか握りやすいのかとかそういう点を徹底的に比較していこうと思います。 まず描きやすさなんですけれども、新型の方が書きやすいなと思いました。これは先ほどもご説明したんですけれども、自分が持っている2015年の旧型よりも新型の方が全長が短くて軽いので、え結構取り回しがいいんですよね。実際に書いてみても、新型の方が長時間筆記だったり早く書くのに向いてるなと思ったので、新型を選ばせていただきました。 続いて「握りやすさ」なんですけれどもこれは2015年の旧型の方が握りやすいなと思いましたどちらも太さは同じですし握りやすさ何も変わらないじゃないかっていうふうに思われそうなんですけれども実はここ結構大きな違いがありまして先端からクリップまでの距離が旧型の方が長いんですよね 新型は少し先端の方にクリップがあるのでそのせいで握っったたにに指に、ね、クリップが当たってしまうんですよね。これまで自分が使っていた旧型のシャーペンは本当にギリギリクリップに指が当たらない位置にあったので、まあ、ストレスなくかけていたんですけれども、まあ、ただ新型になってしまうとちょっとねクリップが指に当たってしまうんですよねこれはちょっと 自分にとって大きなマイナスポイントかなっていうふうに思ってしまいました最近の旧型のシャーペンについては、えー、多分同じような感じだと思うんですけれども個人的には2015年の旧型のモデルの握りやすさっていうのが一番好きかなと思いました、えー、続いて書き味なんですけれどもこれはダブルノック式と固定式でそれぞれ違ってきますダブルノック式の場合は新型のシャーペンの方が優れていました まあただ固定式になると旧型のシャーペンの方が書き味はいいなというふうに思いますこの理由についてお話ししていこうと思いますまずはダブルノック式新型のアップデートによってダブルノック式口金の先端のぐらつきっていうのはかなり小さくなったんですよねこれまでの旧型のシャーペンは、まあ、ぐらつきそこまで気にならなかったんですけれども、まあ、でもやっぱり書いていてぐらつきを感じました ただ今回アップデートされた新型のシャーペンは全然ぐらつかないんですよね。本当に固定式口金がいらないんじゃないかっていうレベルでぐらつかないので、これはね、かなり書き味良くなってるんですよね。 ただ固定式口金になるとどちらも先端がぐらつかなくなるので書き心地を決める要素っていうのはペンの重量になってくるんですよねペンの重量が重たくなるほど書き心地っていうのは良くなると自分は思ってるのでなのでお互い固定式口金を使った場合は旧型の方が書き味がいいかなと思いましたシャープ芯はどちらもアインシュタインの 0.5mmHB で統一しています 個人的には一番書き味がいいのが旧型の固定式口金でその次に書き味がいいのが新型の固定式口金でその次が新型のダブルノック式口金でその次に書き味がいいのが旧型のダブルノック式口金ですねまあ旧型のダブルノック式口金であってもかなり書き味はいいんですけれどもやっぱりねその上に書き味がいいのがあるっていうのが野原工芸のすごいところかなと思います。 え続いてペン先の視界について見ていきますとこれは新型のシャーペンですね、まあ、言うまでもなく、えー、先端のパイプが細くなってるので新型の方がペン先の視界良かったです、まあ、定規とかもこっちの方が引きやすいんじゃないかなと思いますえ続いてデザインと質感について見ていきますとこれは旧型の方が優れているなと思いました まあどっちもデザインすごく自分好きなんですけれども、まあ、ただやっぱり新型の細い尖ったペン先っていうのは、まあ、あんまり自然じゃないかなっていうのをどうしても感じてしまいましたこの流線形のフォルムに対しては個人的には旧型の方が似合ってるんじゃないかなということで旧型の方が優れているとさせていただきました続いてノック感について見ていきますとこちらは旧型の方が優れていると思います ちょっと音を聞き比べていただきたいんですけれどもこんな感じで旧型の方は少ししっとりとしたノック感で新型の方はちょっとカチャ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 といったノック感です長い間使ってきてそのノックの感触が変わったんじゃないかっていうところも正直あるんですけれども ノッククするるストローのの長さっていうのも違ってていいううも違そで、新型にアップデートされることによってパイプのブレをなくすために先端パイプの保持部分っていうのを長く取っているんですよねなのでその分ストロークが短くなっているということでちょっとノックをしてみてもなんか不完全さというかもう少し奥までノックをしたいなっていうのが正直ありましたまあ個人的には旧型のシャーペの方がノック感は好きですね 続いて品質と耐久性なんですけれどもこちらは旧型の方が優れているとさせていただきました先端のパイプがこのように旧型の方が太くなっているので、まあ、その分落としても安心できるかなということで、えー、旧型の方が優れているとさせていただきました、まあ、ただそれ以外の点に関してはどちらもえ耐久性に関しては優れているんじゃないかなと思いますで最後に総合評価をしていきますと旧型ですね 自分の使い方の場合なんですけれども、やっぱり旧型の方が自分に合っていたかなと思います。えー、旧型にした理由をちょっとまとめていこうかなと思います。まず一つ目が思い入れですね。やっぱり5年半長い間使っていると思い入れってのはね、どうしてもあると思いますし、まあ、どっちを無人島に持っていくかといったらやっぱりケヤキになるかなと思います。 で理由2つ目はクリップが指に当たらないからということですね個人的にはこれが一番大きな理由かなと思います、まあ、あくまでも自分が持ってる2015年の旧型の話なんですけれどもやっぱり書いてる時にクリップに当たらないっていうのはすごくいいなと思いましたで理由3つ目が重量による書き味の良さですね。自分はほとんどのシーンで固定式口金を使ってるんですよね 旧型がもしダブルノック式しかなかったら新型の方がいいかなっていうふうに正直思ってたかもしれないんですけれどもやっぱり旧型の固定式口金ってすごく優れていると思うのでそういうところもちょっと理由としてあります で、旧型にした理由4つ目は耐久性の高さです。まあ、固定式口金で普段書描いているっていうことをさっき言ったんですけれども、えー、もしこの固定式口金を落としてしまったとしても安心感といいいいうう面では旧型の方が優れててるかなっていうふうに思いますね。まあ、個人的にはやっぱりね5年間使い慣れてたので新型に変えようとするとちょっと不便なところというかどうしてもね違和感を感じてしまいました。 ただ新型は本当に書きやすくなっていますしペン先の視界もかなり良くなってますしで何よりもダブルノック式口金でのぐらつきの少なさっていうのが本当にすごいんですよねこれは感動ものだと思います、まあ、新型になったとしても野原工芸のペンっていうのは他では味わえないほど中毒性のある書き心地だと思っています これから野原工芸のペンを買う方にとっては、まあ、そこまで気にすることでも本当にないと思うんですけれども、まあ、あくまでも自分の場合は、木焼を無人島に持っていくよという結論でした。 はい。そんな感じで今回の比較以上となります。この動画、せっかく最後まで見ていただいたので、高評価もしくは低評価をしていただき、動画の満足度を教えてください。それから、最近自分はガジェットチャンネルも力を入れているので、もし気になる方はそちらの方、チャンネル登録していただけると嬉しいです。では最後まで動画を見ていただき、ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。